コンロイ・ビルトゥス飛行するビルトゥスのコンセプト図、コンロイ・ビルトゥスとは、スペースシャトルの輸送を目的として、アメリカで提案された大型輸送機である。ターボスリーコーポレーションに所属するジョン・ M ・コンロイによる、設計開始は1974年のことで、この機はコストを抑えるために、既存の部品を用い、ボーイング B-52 ストラトフォートレスの胴体部分を一組組み込むことで、 新しい機体を形成しようとした。本計画は真剣に検討されたものの、実際的ではない大きさが判明し、さらに NASA は、ボーイング747をベースとする、シャトル輸送機を余っている、商用航空機から開発することを選択した。元も々ともとのスペースシャトルは、再突入時の大気中での推進や、エドワーズ空軍基地、ホワイトサンズミサイル基地、または、 イースター島などの緊急用着陸基地といった着陸基地からケープカナベラルにあるケネディ宇宙センターまでの空輸飛行のために機上搭載したターボファンエンジンを使うよう設計されていた。費用と重量の問題のためにシャトルの設計項目から空気吸入式のエンジンが削除された際、着陸基地からケネディ宇宙センターにシャトルを運んで戻せる輸送機の必要性が生まれた。 シャトル輸送機の初期設計の一つが、ジョン・ M ・コンロイト・ナサのラングレー研究センターとの協力により提案された。彼は、プレグナント・グッピーやスーパー・グッピーといった超大型輸送機の開発者であった。本機は、ビルトゥスと呼ばれ、1974年に設計と開発作業の契約が結ばれた。ビルトゥスは、各機1250万ドルの費用がかかると予想された。 本機は、騒動形式の設計で、4機の大型ジェットエンジンにより駆動し、これらには、プラットホイットニー JTQD ターボファンが想定されていた。コスト削減のため、コンロイは、設計に在庫品を広く用いることを提案した。これには、本機の主要な胴体ポットを形作るため、ボーイング B-52 ストラトフォートレス。 戦略爆撃機の胴体部分を使うことも含まれており、さらに新しい主翼とビブセクションを追加した。スペースシャトルオービターはビルトゥスの騒動の間、主翼中央下部に携行されることとなった。またスペースシャトル用外部燃料タンク、固体燃料、ロケットブースター、専用貨物ポットなど他の大型貨物も輸送可能である。 ビルトゥスの設計は NASA のラングレー風洞施設で試験を受けた。風洞試験の結果は有望であるとみなされたものの、このような巨大な設計の欠点には、航空機を新規に完全設計する費用、設計機の飛行試験、機体のとてつもないサイズが要求する整備用インフラの開発や拡張などが含まれ、ビルトゥスのさらなる開発に不利に採用した。ロッキードコーポレーションでは、 シャトル輸送用に C-5 ギャラクシーエアーリフターの騒動バージョンを提案しており、同様の理由から提案は拒否された。既存の C-5 を用いたより、控えめな代替案が出され、ほぼ NASA に採用されかけたものの、アメリカ空軍に C-5 の使用を制限されるよりも、航空機を継続的に使えるようにしておくことが望ましいとの決断が下された。そこで、 ボーイング社の747エアーライナーの改造機を使う提案が選ばれ、これがシャトリ輸送機となった。ビルトゥスの商用機バージョンの設計がコロスサスと名付けられて提案されたものの、さらなる関心を集めることに失敗し、ビルトゥスの設計は放棄された。データは客中による。ありがとうございます。